はい、どうもガスインです。今回はですね、一つ上のジェイミー、差をつけたい、ちょっと上手なジェイミーになりたいっていう人におすすめな、上達するべき部分っていうのを紹介していこうかなと思っております。よろしくお願いします。テレテレテレテテテテレレレレレレレどうよ。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけれども、まずジェイミーの、主体となる技なんですけれども、ラッシュダイパン。これみんなよくやりますよね。これね。これの、カウンター確認、それぞれの確認を頑張りたいっていうところですね。で、まずラッシュダイパンの通常ヒットは、こういう、ちょっと今繋がってなかったけど、こういうコンボに行く。で、実はこの、コパンを、しゃがみ弱 P を挟まない方が火力は高いんですけれども、ビタで押さなきゃならないので、ラッシュダイパンでこれヒットでプラス5フレームで、立ち弱 P もプラス5フレームなので、ちょっと難しいなと思う人はしゃがみ弱 P を経由するようなやり方でやるといいかなと思っております。で、これが今度カウンターになった状態、カウンターになった場合はしゃがみ中パンにしたいです。で、しゃがみ中パンにして、まあこういうのから大勝利からお酒を飲むとかは、まあ結構序盤で使うような感じで、ゲージに余裕があるならこっからもうここまでつなげたいですね。まあできればもう持ち込んなんだけれども、できなければ全然大足締めで端に到達するなら別に桃地コン使わなくていいので、まあこれにちょっと路線がずれちゃうけれども、脱線したような話になっちゃったんですけれども、カウンターした場合はしゃがみ中パンっていうのを、まあ頑張ってほしいかなと思っております。で、次に大事なのがパニカン。パニカンの場合はしゃがみ大パン。もしくは、まあこういうので状況を良くする。転生客からのラッシュダイパン、パニカンからの転生客で状況を作るっていうのの、この2択になるんじゃないかなと思います。で、まあゲージがないんだったら、まあこういうのとか、まあこういうのとか、置き攻めつけたいなっていうんだったら中小流にするとか弱小流にするとか、そんな感じがいいかなと思います。ゲージがあるならもちろんさっきと同じこういう感じで桃地コンになり、ダイヤシジメにするなりして、お酒を飲んで置き詰めをするっていうのが、まあベストになるんじゃないかなと思います。で、まあそれぞれ、確認できたらランダムにしてこう練習する。これカウンターっていうかパニカンなので、しゃがみ大パンからのコンボ、これは通常ヒットなのでターゲットコンボ経由、まあ屈弱 P 経由してもいいですし、最初から立ち弱 P のタゲコンから入ってもいいですし、そこはお任せします。まあ厳密に言うとこういうコンボも入るんですけど、結構難しいので、これもなんか距離限な時もあるし、ちょっと微妙なところがあるので、基本は屈弱 P のこういうので全然構いません。これカウンターなので、まあ、ついでに桃地コンも練習するような形でやればいいんじゃないかなという感じになります。なんでランダムで、まあ、こうやって練習してみてください。はい、じゃあ次です。次なんですけれども、次は簡単な話で、よくこっから、こう二飲みしたり、まあ、一気飲みで二杯飲んじゃったり、で、することあると思うんですけれども、これを咎められるキャラの方がめちゃくちゃ多いので、そろそろ二回飲むことを卒業して一回飲みだけにしましょうっていう簡単な話です。で、まあ、置き攻めだし置き攻めってあんまり、ないんですけれども、こうやって届かないとか、まあちょっと引っ張れば届いたりとかっていうこともあるんですけれど、なんかこうやって咎められちゃったりとかね、これ相打ちだと一応プラス15フレームなので、まあこういうコンボいけたりするんですけれども、まあちょっとこれは余談になっちゃうんですけれども、基本的には置き詰めがないと思うので、まあ飲んで、まあ前捨てするなり、それなりで全然十分かなと思いますんで、まあそろそろ2回飲むこと、一気に2杯飲むことは卒業したいかなって思っております。はい、で、ちょっと余談ではあるんですけれども、パニカンの場合だと、
一応2杯飲んでもセーフだったりはします。なんですけれども、もしお酒が全くない状態だったらお酒を飲むことを優先していいと思うんですけれども、お酒が例えば2とか1の状態であればパニカンであればこういうコンボがいけたりするので、ここの確認も頑張れれば一つ上のジェイミーになれるんじゃないかなと。こうやってね、これすごいかっこいいコンボだし、こういうこともできるのでちょっと頑張ってもらいたいかなっていうポイントではありますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい、じゃあ次です。次はですね、これも簡単な話でして、投げを読んだら投げを押すとか飛ぶだけじゃなくて、それだとジェイミーの良さが出ないので、酒1以上あるなら投げを読んだら無影手を使うっていうことをなるべくやっていく方が勝率が高かったように思えるので、ここもなるべく頑張れるようにしてみてください。で、低空の無影手がちょっと苦手だっていう人もいるので、補足としてですね、無影手ってジャンプしてからコマンドを入れる人と、こんな感じでね、やり方と、ゆっくりコマンド回すと、こっからこう回してこうからボタンを押すっていう方法もあります。こんな感じ、もう一回いきますよ。こんな感じ、これでも出るんですよね。なのでまずは使いやすい方を使ってもらえればなと思いますんで、ちょっと一瞬前に入れなきゃないんですけれど、こんな感じで使いやすい方を、まあ、ジャンプしてからが俺はやりやすいよっていう人はそれで全然十分なんですけれども、ちょっと苦手だって人はコマンドを変えて、下からぐるっと回してからジャンプ入れて KK を押すような感じでやるとうまくいったりすると思いますので、投げを読んだら無影手を使う。でもう一つ大事なのが、ヒット確認をする。なのでちょっとランダムにしてこんな感じ、ガードだったら、まあガードに例えばついでに練習するのであれば、ガードでジャックパンチ暴れしてもらって、まあヒットだったらこういうコンボに行く、こうだったらジャストパリを狙うっていうことができればすごく、ジェイミーの良さが出てくると思いますね。これジャストパリを取ることによってジェイミーってお酒を飲むことができちゃうので、めちゃくちゃメリットでかいです。なのでまあこれができるようになればすごく、一つ上のジェイミーになれるような気がしますので、皆さんもぜひ頑張ってみてください。はい、じゃあ次になるんですけれども、次は画面端で柔道って、このゲームすごく強烈なんですけれども、こうやって前ジャンプで逃げられることがあるので、あらゆるパターン、柔道に行って前ジャンプされたら、まあこれから火力出すっていうこととか、まあちょっと警戒してからこういうので対空するとか、まあこれカウンター、前ジャンプ台系の場合はカウンターしてると、ジャンプ台系がこうやってコンボに行けたりして、まあまた置き攻めがついてくる、まあ、もしくは直接 SA3 につなげる、これが特に高いのですごいおすすめですね。なので画面端で柔道ばっかりじゃなくて、柔道をしながら飛ぶのを待ってみたりとか、そういうことをするとかなりジェイミーの良さが出ると思うんですよね。でそういう意味ではジェイミーの柔道ってめちゃくちゃ強烈なので、投げを重ねるときこそ、まあ相手飛んでくれないかなって思うのがすごい大事です。なので柔道をしに行くときとか、まあ相手の話を警戒して一回様子を見るっていう行動を混ぜるだけで、また一つ上のジェイミーになれるんじゃないかなっていう気がしますので、皆さんもぜひ、意識して対戦の中でやってみてください。はい、じゃあ以上になるんですけれども、次回の動画ではキャンセルラッシュに関しての、しっかり理解を深めるっていうことを動画でやっていこうかなと思っていますので、皆さんぜひチャンネル登録高評価とよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。お疲れ様でした。バイバーイ。